五代目春風亭隆朝は、東京市芝区新橋出身の落語家。本名、大野和照。生前は、落語協会所属、出林、薩政。旧性生息中学在学中に、志願して海軍に、衛生兵として入隊。その後は職を転々とし、1950年3月、五代目、長家老ばらに入門し、少将を名乗る。 翌1951年に一旦は転職するも、翌1952年に再入門し、林家翔太を名乗る。翌1953年5月、二つ目に昇進し、照造に改名。1962年5月、新内に昇進し、五代目春風亭流朝を襲名する。帝豪が春風亭になったのは、師匠が林家翔造の名跡を七代目。 肖蔵の遺族である初代、林家三平より一代限りの条件で借り受けていたことから三平を配慮して自分の弟子が真打ちに昇進した時は他の帝王に変えさせていたためである。春風亭の名跡は落語協会にもあったが、八代目春風亭粒子没後封印されていた。そのため師匠は日本芸術協会会長の六代目春風亭柳橋に面会し、 柳浅を名乗ることの了承を得た。1960年代は、テレビ、ラジオでも顔を売り、7代目、竹川男子、3代目古今亭、新朝5代目、三遊亭窓科学と共に、落語若手4天皇と呼ばれた。1972年、5代目、柳子さんが、落語協会会長に就任すると同時に、同協会専務理事に就任。 後に常任理事に就任した。1980年、二番弟子の春風亭子朝が36人抜きで、新内昇進。このことは、当時の大ニュースとなり、柳朝は、押しも押されもせぬ、大幹部となる。1982年1月、師匠彦六と死別。同年12月には、脳梗塞に倒れ、口座復帰もかなわぬまま。 1991年2月7日に死去した。61歳だった。命名したのは矢野誠一と言われる。柳朝の病気引退後、八代目立花屋円蔵が取って代わる。一部に柳朝の現役時から円蔵をあげる人もいた。ありがとうございます。